パイトの小説。期間文芸誌、ジンジャー・エルへの連載を経て、2016年4月21日に、原頭者より刊行された。2017年本屋大賞第4位。2017年4月に NHK ラジオ第一、新日曜名作座にて、ラジオドラマ化、NHK 総合、ドラマ10にて、椿文具店鎌倉大小区物語と題して、テレビドラマ化された。 続編となる、キラキラ共和国椿文具展が、小説、原冬に2017年5月号から8月号まで、連載、キラキラ共和国と題して2017年10月25日に、原冬者より刊行された。2018年本屋大賞候補作、NHK ラジオ第一、新日曜名作座にて2017年4月2日から5月7日まで、全6回で放送された。 椿文具店鎌倉大小区物語と題して NHK 総合ドラマ12で2017年4月14日から6月2日まで放送された全8回再放送に関しては2017年4月20日午前0時10分の再放送開始分から6月8日午前0時10分の再放送開始分まで全8回が予定が組まれていた 放送日時を一度も変更することがなく放送された。主要人物その他、ゲストキラキラ共和国に関するカテゴリー、椿文具店鎌倉大小区物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。